わっしょーいチャンネル。はい、ということで今日は久しぶりの料理企画、これをちょっと作ってみたいと思います。じゃん、けいちゃん説明書いてありますんで、せっかくですからね。岐阜県の飛騨奥美濃地方発祥の郷土料理で、鶏肉を一口サイズにカットし、醤油味噌香辛料など調合したタレに漬け込んである。これをけいちゃんと言います。じゃあこれ簡単なんで、やっていきたいと思います。うわ、まず火をつけて、これ油持ってるから油を引かずに中火でおよそ火が通るくらいまで焼く。あ、焼いていきます。ある程度炒めたら、炒めたらキャベツの匂い。では一味をさらに足します。はい、完成。けいちゃんができました。焼酎と一緒にいただきたいと思います。ありがとう。チャンネル登録よろしくねー。